こんにちは、りょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日はねサラリーマンの年収にまつわる3つの残酷な真実について話をしていきたいと思います年収アップ戦略ありってことでね質問いただきましたいつも勉強になる動画をありがとうございます学長の動画を見て投資を始めたいと思ったのですがまだ20代年収300万円程度なので投資に回せるお金が少ないです稼ぐ力を伸ばしていくにはどうすればいいでしょうかってことでね 結論から先に言ってしまうと、年収の高い企業に転職すれば OK と、これが一番ね、確率が高いですね。副業とか企業とかが選択肢になくて、会社員として頑張りたいならっていう前提ですよ。副業で今後収入を伸ばしていきたいとかいう人は、それ用の戦略があると思うんでね。で日本企業では、短期的に年収をアップさせるには、もうね、転職が必須なんですよ。やる気とか能力が高い若い人でもね、なかなか稼げない仕組みになってる。 で今回は年収にまつわる3つの残酷な真実をお伝えしていきますと。で、解説なんですけどね、えー。まず年収の相場を知っていきましょうと。年代別、男女の差なんですけど、年代が上がるほど高収入と。50代以上は20代の約1.8倍なんですね。年代が上がったら年収が上がるんですよね。基本的にはね。 で、男性の方が女性よりも高年収なんですね。なんだかんだ言って、まだまだ男性の方が圧倒的に平均年収が高いと。それから、上場企業と非上場企業の差なんですけど、まあ上場企業の方が給料がいいよってことですね。だいたい1.1倍ぐらいはあるよねってことですね。それから、職種別と業種別で年収に差があるわけですね。職種別の1位と312位だったら約5.7倍差があると。 で、業種別の1位と110位では約3.8倍差があると。そういう稼ぎやすい職種と稼ぎにくい職種があるよっていうね。で、まとめると、年齢が高くて男性で上場企業に勤めていて、年収の高い業種にいて、年収の高い職種で働いている。これが最強だよってことですね、サラリーマンとしては。で、 本当に若い人よりおじさんの方が優秀なのとか、本当に女性よりも男性の方が優秀なのっていう、そんなことを考えつつね、本題に入っていきたいかなと思います。年収にまつわる3つの残酷な真実。まず1つ目ね、年収を決めるのは、スキルとか実績じゃなくって、どの会社にいて今何歳かってことなんですね。多くの日本企業はね、個人スキルとか実績よりも年齢を評価するんですよ。もうザ年功序列ですよね。 同じ職場に留まりつつね、スキルとか実績を自分だけ特別に評価してもらうっていうのがもう困難なんですね。そういうふうになってると。で、会社には給料テーブルっていうものがあって、そこからはみ出ることができないんですよね。新卒に 600万円とか700万円とかね、今年社会人になる人に対してそれぐらいお金を払おうとしたら、中高年のおじさんの猛反対にあってね、頓挫したっていうニュースもありましたよね。ソニーが新たに年収730万円ってね、最大の壁は中高年社員の嫉妬っていうね。まあそういうニュースもあったっていうぐらい、結構現場のぶら下がりおじさんから反発を受けたりするっていうことですよね。まあどのぐらいこの記事が信憑性があるのかっていうところあるんですけど、 若いうちに年収を上げたければ、もうね、死ぬほど残業するか、給料水準の高い会社に移るか、もうこの二択しかないんですよ。能力が高ければ、成果を出せば、高年収になれるっていうのは、日本企業においては幻想なんだよと。まずこの残酷な現実を知っておかないといけないんですね。どれだけ頑張ろうが、どれだけ成果を出そうが、若い間にサラリーマンで高年収になるっていうのは不可能なんですよ。おかしな話なんですけどね。 えー、二つ目と、年収が高い会社ほど、実はね、仕事が楽なんですよ。年収が低い会社の方がね、実はブラックな傾向にあるんですよ。年収が高い会社ほど、収益力が高いんですね。えー、それから、ビジネス上のブランド力も強いと。ということで、取引先と仕事がしやすいんですよ。めちゃくちゃ頭下げたりとかも、もお,お願いします、お願いしますとかって言わなくても、大きな看板を背負ってるだけで、あー、どこどこさんでしたらっていう感じでね、話がもう進んでしまうっていうね。 それから従業員にも還元する意思があるっていうね。結果、年収が高い会社は人員はね、もう質量ともに十分と、年収が高いからね、いい人が入ってくるしね、とかね。ビジネス力が高いから、収益力が高いから人もたくさん入れれるしとかでねで。システムとか機械類が最新だから生産性が高く働けると。さらにコンサルとか外注業者はもう活用 OK ってことで、もう楽で面白くって付加価値の高い仕事ができる傾向にあるんですね。 高年収の人たちは意外にこんなこと言っててね、俺たち楽してもらいすぎてるよなって。本来ね、年収が低い会社とか、単価が安い仕事ほど結構ね、責任がなかったり楽なんじゃないのかって思いがちなんですけど、実はそうじゃなくて、年収低い会社ほどブラックな傾向にあってね、年収が高い会社ほど実は仕事が楽っていうね、そういう現実があるんですよね。で、三つ目ね、年収の低い仕事は消滅していくと。 ロボット化とかシステム化とか AI とか RPA とかね。まあ単純作業に人間の手はいらなくなっていくわけですね、どんどんね。で、単純作業でなくても AI とか外注業者に仕事を奪われていくんですね、どんどんね。じゃあ残っていくのはどういう仕事かっていうと、高い付加価値がつけれる業務だけっていうね。この3つの残酷な現実があると。年収を決めるのはスキルや実績じゃなく、どの会社にいて今何歳なのか。 二つ目が年収が高い会社ほど実は仕事が楽。で、三つ目が年収の低い仕事は消滅していく。この事実を踏まえた上でどうしたらじゃあ年収を上げれるかっていう話になっていくんですけど、年収をアップさせる最も効果的な方法、四つね。どうしてもこの仕事をやりたいっていうものがない人はね、もうお金を軸にして転職するのもありだよと。転職のポイントは、この四つね、一つ目が資格と。で、二つ目が実務経験。三つ目が年齢。で、四つ目がタイミング。 一つずつね、解説していきます。一つ目ね、意味のある資格だけを取ろうと。給料水準の高い企業に受ける、受けのいい資格だけを取るべきなんですね。上場企業に人気なのは当クとかね、例えばですよ。ね、資格ビジネスのカモにならない注意っていうのが必要でね、マイナー資格なんていらないんですよ。資格を取ろう、資格を取ろうって一見正しいことのように思うんですけど、こういうね、受けが悪い資格なんていくら取っても意味ないんですね。資格コレクターとかいるでしょ。その努力が無駄だとか言うんじゃないんですけど、 なんで、やっぱり給料水準が高いっていう企業に受けのいい資格を取るべきなんですね。業界によってはそもそも資格が不要っていうこともあるんで、資格を取るなら資格を取るで、とにかく厳選しようねと。学習コストっていうのもちゃんと考えると。時間は有限だからね。意味のある資格だけを取ると。で、二つ目が、売れる実務経験だけを積むと。仕事のより好みっていうのはね、超重要ですよ。次の転職を見据えて、 転職時に活かせそうな経験だけを選んで積んでいくってことです。日本企業ってね、外資みたいにジョブディスクリプションっていうね、えー、職務記述書なんですけどがないんですよ。 で、故に、担当職務の範囲が不明確なんだと。だから、やりたい仕事はむしろ選び放題な環境にあると。これ、まあ、どういうことかっていうと、外資とかだったら、私はこういう仕事をやるために入りますよ、とか、私の責任の範囲とか、仕事の範囲はここですよ、とか言って結構契約書とかね、まあそういうのを結んだりしたりするんですよね。なんですけど、日本企業はそういうのがないから、まあ、担当職務の範囲が不明確なわけですよね。決まってないと。だからこそ、やりたい仕事が自由に選びますよね、と。あなた、この職種で入ったから他の仕事はダメだよ、てかって言われにくいですよね。 だから、せっかく選び放題な環境にあるんだから、転職に行かせそうな経験をね、選んで積んでいこうねって、そういうことです。無計画に、ただただ上司とか同僚から仕事を押し付けられるだけの都合のいい存在には、もう絶対にならないことと、これすごく大切ですよ。NO って言えるのはね、やっぱ大切なことなんですよ。なんでね、ずっと言ってるように、この会社にしがみつかないと生きていけないっていう状況は、やっぱりこういうことになりやすいんで、次の転職を見据えて、転職時に行かせそうな経験を積んでいくっていうことはね、非常に大切なことですね。 結果そうすることによってね、今の会社がすごくいい会社だなって思ってもね、何か一つ能力をとんがらしていくことで結果的に貢献できたりとかね、もするんでね。で、三つ目が、できるだけ若いうちに転職をすると。転職市場ではなんだかんで言って基本若い方が有利なんですよ。もちろんね、これは仕方ないと。20代から30代前半ってのは売り手市場っていうことでね、で若い人の数が減ってるんでね、希少性が増してるんですよ。だから、こういう波には乗るべきと。まあこれは普通ですよね。それから四つ目、タイミングのいい時に転職しようと。 転職でね、一番重要なのがこれって言っても過言じゃないと。どんなに優秀な人でもね、求人がなければ転職することできないわけですよ。能力以上に経済状態が本当に大切でね、転職市場って本当そうなんですよ。えー、だからね、就職氷河期の時とか本当にね、転職しんどいって、就職するのしんどいって、ああいう時に転職しようとすると、いくら能力が高くても、やっぱりそもそも雇ってくれるところがないんで、転職できないわけですよね。で、あったとしても、なかなかその良い,い条件で出ないっていうことでね。なんで、 よりいいタイミングを知るにはね、定期的に転職エージェントと会う必要があるんですね。会った方がいいですよ。こういう転職エージェントってね、転職させて成果報酬をもらってるんで、ほんと微妙な人に当たってしまうとね、もうとにかく転職しましょう、転職しましょうみたいなね、そんな感じで話がおかしくなっちゃうんで、優秀なエージェントに会うっていう必要があるんですね。 優秀なエージェントに出会うには、まっとうな転職エージェントサイト複数に登録して、何人かのエージェントに会ってみるって、この二つがね、すごく大切。相性のいい人を探すべきですね。いくらね、いい転職エージェントサイトに登録したとしても、やっぱり相性っていうのがどうしてもありますから、だから複数に登録することと。それから、何人かのエージェントに会ってみるっていうことがね、比べるとわかりますからね。サラリーマンの友人たち周りにもいるんですけど、 転職がうまくいったとか、年収の高いサラリーマンからの評判がいいのはこの3つですね。動画の説明ページからね、移動できるようにしておくんでね、また気になる人は見てください。今はコロナ禍で何かにつけ配慮、注意が必要なタイミングではありますが、オンライン面談、電話相談のみも可能ですし、多くの人が今は動く時ではないって思ってるんで、ライバルが少なくなっててむしろチャンスって話もあります。これは知り合いのエージェントから実際直接聞いた内容です。せっかく有料求人が出ているのに応募が減ってて大変だそうです。 こんなに不安定な時期に積極的に転職活動をしようとする人は少ないですからね。で、まとめなんですけど、現状、日本企業では短期での年収アップには転職がもう不可欠なんだと、残酷な真実3つをおさらいしたいですね。えー、年収の高い低い低は スキルよりもどの会社にいて今何歳かで決まるんだよと。いくらスキルが高かったとしても若かったりとか給料が低い会社にいたら絶対に年収は上がらないんですよね。なんですけどスキルが多少低くても年齢が高くて年収の高い会社にいたら結果的にもうそれは年収が高くなるんですよね。二つ目が年収の高い仕事の方が楽なんだよと。給料が安ければ楽。高ければ大変っていうのはね思い込みですよと。給料が高い方が 実は仕事は楽なことが多いってことですね。で、三つ目。年収の低い仕事は、どんどんロボットとか AI とか外注業者などに吸収されて消えていってしまうよと。これが残酷な真実ですね。なんで、ザ、年功序列の日本企業では、短期的な年収アップにはもう転職が不可欠なんだと。スキルアップして実績を積むだけではもう年収上がらないんだと。 だから効果的に転職するには20代、30代前半のうちに必要な資格を厳選してまあ取得しようと。で、給料の高い業界で働くために必要な経験ですね。を積んでいいタイミングで転職する必要っていうのがあるよと。そのために優秀な転職エージェントと定期的に会うべきですね。 自分の市場価値っていうのもわかるし、必要な資格っていきなり言われてもわかんないじゃないですか。どういうのが人気なのかなどういうところが年収高いのかなとかね、自分にもできるかなとか、どういう能力とかスキルとかが市場から求められてるのかなとかね。そういうのを知るために、やっぱりね、優秀な転職エージェントと絶対に会っておいた方がいいですよ。 結果的にそれをすることによって、あ、自分の会社って不満があったけど、すごくいい会社だったんだとかって思えるかもしれない。それはそれで今の会社で勤めるのに迷いがなくなるし、幸福度が上がりますよね。今の会社にちょっと不満があるなと思ってて、思ってたり自分が評価されるとか少しの努力で、あ、もっといい条件のところに転職できたってなったら、それはすごくハッピーなことだしね。 いや、そんな自分を欲しいと必要としてくれる人なんていないんじゃないかって思う人結構いると思うんですけど、そんなことないですよ、全然ね。自分が求められてる場に行けば、輝ける人とか活躍できる人って本当にたくさんいるんで、僕もやっぱり経営者やってて思うんですけど、本当にもったいないですよ。うちの会社に来てくれた子とかでも、もともとブラック企業に勤めて全然評価されてなかったけどでもうこの会社では本当に大活躍して、その子がいてくれないと成り立たないっていうぐらいのね、活躍してくれてる子とかって本当にたくさんいますからね。 日本には400万社あるわけですから、必ずね、いい会社がね、出会えますから、ぜひぜひね、試してみてほしいかなと思います。で、年収を上げていかないと、やっぱり仕事は楽にならないわけでね、生活にゆとりも生まれにくいですよね。家事代行頼もうかとか、じゃあ自動洗濯機買おうかっていうのにしても、やっぱり年収上がってないとここ我慢しないといけないなって。そうすると、いつまで経っても時間ができないから、他の資格の勉強もできない、心にゆとりもできないとか、結局、負のループになっていっちゃいますよね。 で、いずれ消滅する仕事をやり続けるっていうリスクを負ったりとかね。同じ職場で、金銭的に正当な評価を得られるようになるには、10年以上かける必要があるんですよね。人生のうちの10年間をそこに使ってしまう、10年以上ですかね、そこに使ってしまうって、やっぱりね、考えないといけないですよね。自分よりも、仕事のできないおじさんの方ね、おばさんでもいいですけど、自分より仕事のできない人たちの方が、高い給料をもらってて納得できますかやっぱこれっておかしいですよね。 日本企業は、やっぱやる気とかスキルのある若手を酷使して、おじさんを優遇する仕組みなんですよね。それを踏まえた上で、起業するのか、それとも副業するのか、転職するのかって、これはね、各自で考えてみましょうと。どの選択でもいいと思うんですけど、今の職場とか待遇に不満があるんだったら、それはね、我慢しない方がいいですよ。そこを我慢するっていうのはね、やっぱりね、洗脳なんで、全然我慢する必要ないと思うんですよね。 で、お金のなる木を買うにもね、元では多い方がいいわけですよね。自分のスキルとか実績にふさわしい年収を得ましょうよと。で、今より一歩自由に近づいてみてほしいかなと、僕個人的にはね、思います。ということで、えー、以上参考になれば嬉しいです。今日もありがとうございました今日も気をつけていってらっしゃい